たまには健康的なご飯食べましょうかということで、もうねめちゃくちゃ健康的。今日のポイントは味噌汁に野菜をたくさん入れたことです。ではいただきます。うん、やっぱりね、ご飯は健康的なものが一番僕好きなんですよね。皆さんご飯何が好きですか？なんか僕ある時からやっぱりね、野菜がないと満足できないようになってきたんですよ、ご飯が。それってなんでかっていうと、やっぱり体が求めてるのかなって思うようになってきました。例えばすごい高級なマグロ寿司とか高級なお肉だけを例えば食べて、その後ってまあ食べた時はね、そらうめーってこう脳天直撃みたいな感じでうまさはありますけど、なんか後々になって満足感ってあります？そういう場合って。僕はなんかね、その場はねなんとなくうめー、めっちゃうめーって感じるんですけど、食べ終わった後の満足感っていうとなんか少ないというか感じないんですよね。それよりもちゃんと小鉢が何品かついてあって、ちゃんとサラダとかがあって、でなおかつちょっとしたカロリーの高いもの、唐揚げとかとんかつとかあるような、こう俗に言う定食ってやつですよね。ああいうの食べた方が満足度が高い。これ分かる人いますかね？皆さん分かりませんか？これだからある時からですね、そういう満足度の高いご飯をなんか求めるようになってきてて、朝ご飯がそういうご飯だったらまさしくさ完璧ですね。で今回なんでロング動画をこうやって上げたかというと、正直この動画全然伸びるのを狙ってないです。なんかバズるとか再生回数伸びるとかそういうのは全く狙ってなくて、とにかくロング動画をやっぱ上げたいんですよ。やっぱロング動画を上げないともう単純に言うと収益的に厳しいっていうのが まずあります。ショート動画だけだとやっぱり難しい。だけどロング動画って難しいんですよね。やっぱこうやって喋らないといけないし、僕今全く喋れてない自信あります。全く喋れてないんだろうなって。だけど練習していかないと喋れるようになんないなって思ったんですよ。結局それやなと思って、なのでとにかくロング動画上げ続けてみようかなって、そしたら喋るの上手くなるんじゃないかなってこう思ったわけです。最初はクオリティ低くても全然大丈夫というか、クオリティ最初から上げられないんですよ、僕の場合。だからちょっとずつクオリティを上げていって、例えば半年とか1年した頃にいい動画が作れるようになればいいなっていう、そういう目的でちょっとこれからロング動画ね上げていきたいなって思ってるんですよ。目標は週に2本なんですけど、あ、今のは聞かなかったことにして、週に2本はねちょっと上げられないかもしれない。うまい、完食しました。美味しかった。やっぱりこんなにヘルシーなのに満足度が高いっていう、これは野菜効果じゃないかな。ということでお腹いっぱいになったので、これから動画編集頑張ります。皆さんも良き一日を。バイバイ。